お部屋が変われば気分も変わる。タイルや石材を使ったインテリアやエクステリアの DIY を応援するセラコアチャンネルです。この重厚感が、この陰影感が、意外と簡単に本物のタイルで実現。ボーダータイルカノン2の特徴や施工方法をご紹介します。高低差のあるスタイリッシュなボーダータイルです。色は全部で4色。裏は樹脂で連結しています。しっかりと連結されています。シートは簡単に連結できます。左右どちらでも連結でき、左右の組み合わせによってデザインが変わります。ツルツルとしたフラットなタイルとボコボコとした割り肌調のタイルを組み合わせています。高さの違うタイルを使うことで陰影を作り出します。左右を変えるとまた違った雰囲気になります。連結部分の樹脂は簡単にカットできます。施工の際のサイズ合わせも簡単です。コーナー焼くものです。隅や角の施工に使います。コーナー焼くものと組み合わせると隅の処理が簡単です。デスミの施工方法です。デスミとは2つの壁が外向きに出っ張った角の部分を言います。短い方のタイルを角に合わせて施工します。コーナー焼くものを連結させます。次は入り墨の施工方法です。入り墨とは2つの壁が内向きに入り込んだ角の部分を言います。焼くもの同士がうまく噛み合ううちに貼っていきます。重なり合う部分は多少の隙間ができます。では施工してみましょう。黒い枠の中にタイルを貼ります。解説のためマジックで施工場所に目印をしていますが、実際に施工する際は目立たないもので印をつけてください。汚れないように周りを養生テープで保護します。左右の端に来る部分をカットします。
グラインダーをゆっくり動かしてカットしましょう。汚れてもいい格好をして貼っていきましょう。弾性接着剤と5ミリのくしめこ手で貼っていきます。接着剤を開封して塗っていきます。コテを使って均一に伸ばしていきます。接着剤は1時間くらいで硬化してくるので、1時間を目安に塗り、貼り終えましょう。串目をつけていきます。接着剤の厚みを均一にして、60度の角度で串目をつけてください。串目を立てることでタイルがしっかりと接着剤に固定され、施工中もタイルが落ちにくくなります。串目固定も8ミリや3ミリなど幅が違うものがありますので、タイルに合った幅の固定を使うのがおすすめです。手袋についた接着剤がタイルについてしまうので、手袋に接着剤がついてしまったらこまめに取り替えましょう。タイルを貼っていきます。先ほどカットした部分が左右の端に来るようにします。しっかりと圧着していきます。今回の動画ではカットしたタイルを左右の端に貼りましたが、コーナー焼くものを使って施工した場合はラフな仕上がりになります。接着剤が固まったら養生テープを剥がします。最後に固く絞ったスポンジで拭き上げます。完成です。こんなに素敵な壁が意外と簡単に施工できました。セラコアチャンネルでは皆様の DIY をお手伝いする情報を発信していきます。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。